新港東線までの 3.2km を運行していたが2006年以降は営業区間を500m短縮し、駅名が変わらないまま、頂、積み込みは後にホームを移設した。観光列車は、烏樹林、分岐北端信号所新町、分岐北端信号所内烏樹林の経路で運転される。折り返しの列車が内駅に到着すると乗客は、ガイドと共に下車し、周辺の売店や展示物見学に向かう。内烏樹林新町、駅東京文化、台湾東京古墳有限公司、AB 台湾東京公司古墳社、英文資料台湾東京公司、政府資料開放大ら、大八都大東商科社、総工作無償再客2003年3月5日、自由時報。ありがとうございます。